お笑いコンビドランコドラゴンの塚地武雅さんがレギュラー出演しているフジテレビのバラエティ番組跳ねるの扉の収録中、左足脛骨、すねの骨を骨折したことが分かりました。全治 2,3 ヶ月、今日都内の病院で手術を受けるということです。はい、塚地さん、足はめっちゃ痛いけど体は痛って元気ですとコメントしているということです。はい、番組のゲームコーナーの最中に、骨折をしてしまった、怪我をしてしまったという塚地武雅さんです。はい、